やる気、元気、まき、霊感タロッとのまきのズバッと、今日は映画マニアな夫の日本アカデミー賞の予想ですね。第45回、いつだいつやるの今日、今さ、ここで撮影してんのがさ、3月10日だけど3月 11? うん、金曜日。11か。<の>明日か。 もう明日だね。もう明日ですね。ね、早いね。はい。<の>ということで、まあ本家が三月二十八なんだよね。ああ、なるほど。<laughs> いつも本当は本家の方が早いんだけど、あ、そうなの、うん。去年からあそうだまあ遅れて本家の方が後になっちゃって、あ,あ、そうなんだ。うん。ああ。 そうなんだ。本当、うん、直前予想だよ。直前過 <laughs> ぎる。ま上げたのは8日だけどね。まあもうちょっと早くて向かったけど、もうちょっとドタバタしてて。はいはい。今年も独舌で参ります。ああ独舌かな。ちょちょっとわかんない。ああまりい思いのままに。わかんない。私がパッと見た限りは、あ、うん、カパラス秘術7の独舌が。 超出てるわ。あんまり意識してない。うん、まあ、あの、ごめんなさい。あの、悪気はないので。あの、うん、その四つ目で聞いてください。はい。スパーンいうからね。はい。まあ、ノミネート自体はね、今回は、あの、作品賞自体は、まあ、まあ、去年に比べれば。ここ数年のひどさ。まあ、まあ、まだまともかなという感じはしてるけれども。やっぱり、うん、のあれを見ると、やっぱり、まだいろいろ。 いいいいろんななな忖度影響はは働いてるのは間違いないかな、ね、と感じだからまあ結局ねあの大手しかないから独立系の作、うん、本当に素晴らしい作品というのはねまあねベストで曲げたような「空白」とか「ゆうこの天秤とか「うん、あの子は貴族なのか」とか、うん、作品はまあ独立しょうがねえけど、うん、役者とかスタッフでやっぱ突出してる人っているじゃない。でもそういうのも全くゼロっていうのがやっぱちょっとまあもう大手の投票だからね。 しょううがないんだろうけどもこういうのってさあの本家のアカデミー賞はどうううななののははこういうのない、ね、本家はだから昔はもう白人とかに限られてたけど、はい、今はもうアジアとか、うん、いろんなところにその投票権がまんべんなくいってるからだいぶ改善されてきたけど,、はいどね、ここはまだまだあの大手の三者とかのその人たちが握ってる票が多いから。<laughs> それは当然自分のとこ入れるわな、うんはい、当然ね、っていうのが、実に現れてます。はい、うん。はい。ああ。東宝ね、で、まあ東方はな、東宝はい、まあ、後でいいや、あの、東宝。うん、で、今年度は、やっぱり小、松築と東映。の比率が圧倒的に高いですと。う,うん、うん。で、まあ、あの、最短部門ノミネートが、この後。東映、はい。はい。で、松竹の守れなかった者たちが十二部門。はい。 で、あと松竹のキネマの神様が八部門かな、はい、であとは例のドライブマイカー。がん。八部門で、うん、素晴らしき世界が七部門、うん。はい。で、まあ、去年、あの、去年多分この場で断言したと思うんだけども。何を断言したっけ。あ、もう。 高齢の出せば、確実にノミネートされるであろう。いわゆる大御所枠の吉永小百合枠と、山田洋次枠は。絶対に入る、な、はい、今年は入るねって言ってたと思うんだけど、まあ。その通り、やっぱり入りましたと、苦、ね、笑ね。そこから、こう、湧き上がってくる話題がね。うん、多分ね。 正直ドライブ・マイ・カーも本家のアカデミー撮ってなかったら絶対に無視されんだてるそうなんだ,だ,だってカンヌでいくら撮ったってある程度無視されてる作品もあったし独立系は。 すだから今回はさすがにこんだけお墓で本家がだってあんだけノミネートされて世界中で評価されてたらそれ入れないわけで。っていうのでさすがにノミネートされたと。で今回はねまさかの東宝がゼロなのよ。まあただやっぱり合法収入優先してるやつだから本当に。 良い先なかったの,も事実だしなので必然的にね「新エヴァンゲリオン」とか「カイセ戦」とか「竜とそばさかす」とかアニメ興行収入全部これ東宝アニメしか稼げないから今これが入ってるだけっていうまあなんかだから今最近ようやく長年の問題だったドンキンキね。 ようやく東宝に入ったのは多分映画業界としては喜ばしいと <laughs>、ね、まあ今まで無視もうみんな分かってて無視してきたからね、うん、えあとは変わるかどうかけ分か東方か東方シネマズ、ねうん、に入ったんだよねそ,うそれはそうだ,そうだよ、ね、あんだけやり,やりたい放題やってきて、うん、どんだけ、ね、影響を受けてきたことかっていうところなので、うん、まあ少しは変わってくれること。 まあ、それは影響してないと思うんだけどね、今回のノミネートゼロっていうのは。まあ、でもやってきた結果がこれなんだろうなっていうのは、しう、思って。ね、こと予想はね、まあ、やっぱりもう普通にまともに評価されれば。うん。領の忖度がない限り、主要部門はなんとなく当たるかなと思ってます、個人的に。よほどの忖度がない、うん、主要部門はね。うん。まあ、抜けてる作品。ああ、まあ、これは去年も書いたのかな、多分ね。映画祭り。 今年は多分そうならないであとはやっぱり今年も多分坂上忍がスタジオ解説すると思うんだけどまあ多分いつもの直前予想とか変な不快になりなりながらも司会が今回長澤まさみだしきれいどころのあの伊豆諸島見ながら楽しみたいなと思ってんでいつもさ坂上忍さんなんだろうね。 いやもうなんかそれあるんだろうねつな姉が日テレのあれ日テレ坂上秀隆ってそんなに絡んでないと思うんだけどねあんまり違うねバイキングだって違うよね違うもんねなんでだもねわかんないなんかよくわかんないね映画はあんまりねって感じだしよくわかんない未だにはいはいい作品賞に挙げた五分五つの作品かなうんまあいいやあとじゃはい でまあ作品賞ですと、はい、まあだから今回のう部門は自分のベスト20に入ってるのが4作品あるから、うん、まあ納得かなっていう感じでまあもう今回は間違いなく「ドライブ・マイ・カー」でしょうとれ、ねうん、それはノミネートしたんだからもう選ばれないわけがない本家のアカデミーに弱いのね <laughs> あのやっぱり入れとかなきゃみたいなところもあるから。うん ここ数年新聞記者とかミッドライトスワンとかう独立系の配給会社がまさかの連続して撮ってるしだから今回もまあこれがノミネートされたんだからもう多分むしろこれ以外どうすんだで普通の年なら「ベスト」でも言ったけど「素晴らしい世界」は本当に素晴らしい作品だからこれがなければ圧倒的にこれなんだけどもやっぱりちょっと相手が悪すぎたかなっていう残念かな。 この地は最多ノミネートされてるけど前作に比べるとちょっと人間ドラマ弱いし守られなかった者たちも震災テーマの社会派っていう感じでいかにもなんだけれどもやっぱちょっと後半が残念かなって感じだしここは毒舌になるけど「キネマの神様」はいわゆる山田洋次枠でさらに松竹100周年記念っていう。 お祝いノミネートだからそミネートはするまあただ映画ネタでもまあご都合主義の昔ながらの展開でで本当はこれ志村けんで撮る予定だったんだけどまあなくなっちゃったから澤田賢治で逆にもう一緒のことこれか松竹わけで撮ってもうこの賞が散々叩かれるからね多分これ撮ったらねそれでもう血の果てに落ちるとこもちょっと見てみたいな。 もうどんだけたたかれる <laughs> ドライブマーカー発してキネマの神様が撮ったらもう, <laughs> もうすごいよね血の底に落ちるところを見たい、うん、確かにどうなるかを見てみ逆に見てみたい まあでもさすがにドラムばっかでしょうどう考えても。はい。で監督賞ねこれねこの3つの「○○」がねこれがさ有力でまあ辞典と大穴まあ大穴という意味で面ではキネマの神様かもしれないけどね。うに近いでまあ作品賞と基本監督賞は。 もう連動するから、はい、まあ、これも、もう。連動しないことあんの。ある,あるある。ある去年とかもう、んうん、ううんしてないし。うん、まあ、いろいろ。これも力働くからね、普通は。セットとかもしれないけ、ね、ど、まあ、でも、今回は、まあ、監督賞も浜口監督でしょうと、どう考えたって。うんうんうん うんただね今まで一切無視してきて、うん、まあ世界ではね強化されてたんだけども、えー、今更ら浜口監督がなんか日本アカデミー賞の舞台で立って喜ぶ姿を見るのが、うん、なんか個人的には複雑な感じ <laughs> 本人どんな気持ちだと思ういやまあ、嬉しいと思うよ,よ、ね、やっぱり日本で全然今までそんなにあのヒットしてるわけじゃないから。うんうん うん、嬉しいとは思うんだけどなんかでも今までのの俺は何だったな,みたいな、うん、まあ無視し続けてきちねう<ん>ね <laughs>、うん、まあ独立系しょうがないんだけども、ねうん、であとまあ西川監督もねちょっとまだ最優秀は取ってないから本当は取らせてあげたいんだけどあまだ取ってないのそうノミネートはされてるけどうんそうかまあ、うん、かなって白石監督もまあ常連だけどまあ、この作品で取ることはないと本人も思ってるかな。うんうん <で>うん、ゼゼ監督もまあ監督賞としてね。ゼゼっていうものはね。あ、そうそうそう,そうええー、はい。でなぜかこっちはね山田監督じゃなくてね、うん、命の停車場って吉永小百合の映画なんだけどだこの監督の成島監督が選ばれてるから多分バランスを取ったのかな。<laughs> バランス枠 <laughs> ああああ。ここまで山田洋次を入れちゃうと <laughs>、えー、なんかいかにもだから、うん、こっちはあの吉永小百合入れとこう,うななみたいな。 思惑でしょう、うん。あらゆる忖度とバランス、ねうん。バランスですよ、こんなの、やっぱり。はい、それはそうなりますよ。はい。はい。<laughs> 本人たちも、な、どんな気持ちで座ってんだろう,、ねう。そうなんです、ね。<え>で、主演男子賞、これね、ちょっと難しいんだけども、うん、まあ、二択かなと。役所広司か、西島秀俊。はい、で、行くんだけど、やっぱ演技っていう面で行くと、やっぱ今回は。 役所工事かな,うなんまあ何回も撮ってるからあれだけどもうん、うん、やっぱり役所広司しか成り立たない演技見事だったからうん、うん、で西島もうまいし、うん、まあこれは監督のその役の当て方とか演出がうまいっていうのもあるんだけども、うんうん、あのまあでも世界でもねいろんな男優賞これ西島撮ってるからうん、うん、この2人おかしくないんだけどや多分役所広司かなと思ってますと。 で、ルーキー。泥水飲みながらみたいな。やつでしょそうね、やってたね。まあ、ただ、まあ、まだ、こん、だから、役所講師と比べちゃうと、やっぱりまだまだ。うん、うん、熱演を認めるけど、で、菅田将暉はね、うまいんだけど。まあ、こういう役って、もう、もういっぱい出て、や、見慣れてるから。逆に、うまい、安定しすぎてて、もう突出してないんだよね。かわいそうなんだけど。む、むしろ、なんか。 自然,自然すすぎぎてて、うんまあ、ナチュラルすぎてみたいないやそれはそれでいいんだけど撮る、うん、まあ、ドマではないから松坂桃李もちょっと <laughs> あのやっぱり今回の作品は鈴木亮平に食われちゃってるところがあるからちょっとかわいそうかなっていうことで役所広司か西島役所広司でしょう、はい。はい、で次が次ゃん主演女優ね。 でこれはね去年もそうだったんだけど、うん、もう普通だったら今年ってやっぱりずっと言ってきたけど小野町子がダントツなわけかね、うん、色に焼かれると。2> <え>で2番の竹内久美かな結、うん、子の天秤でこの2人が普通常は<主>だけどやっぱこれは作品が独立系だから、うん、で去年も水川あさみがントツだったんだけど。うん もう独立系だから無視されてるっていうのをちょっと、うんね、せめて役者はなんとかしてあげたいなと思うんだよな。給災 <laughs> してあげてほしいよね、うん。関係ないんだから。かねうん、配給会社とは。お味、ね、ちゃんと評価すべき。んね、な,なんで作品が先にんう、ねうん、来ちゃうんだな、ね、っていうことでまあこの五人で行くと、うん、まあ聞いて言えばリムラかすみかな。ま取、あ、るかなって、うん、まあこのメンバーだからね。 今回は正直なとこうまかったよ上手かったしまあそろそろ取らせてあげたいなっていろいろノミネートはしてるけどん、うんうん、こういう白もつけてあげたいなっていうのもあるから、うん、周りあるかなと。 で次はなぜか天海祐希がちょこちょこ <laughs> <か>ノミネートされやい,いんだけども、うん、いいんだけど <laughs> コメディエンヌとしてはうまいんだけどもうん、うん、ただまあ超えるかって言われると一番かって言われるとどうかなって気がするしうん、うん、で松岡茉優本当にうまいし撮る実力はあるし過去の、うん、むしろ過去の作品で撮るべきだったと思ってるんだけどもこのだまし絵の牙でこのノミネートは多分本人もちょっと。 これじゃないかな。これじゃ持ってると思う。<laughs> あ、松岡マユもね、ちょっと今回どういう形で出てくるか。顔が,顔がちょっと変わっちゃったのよ。変わっちゃったから、もう昔の顔でよかったのにの。最近出ないわって占ってさ、やっと出たと思ったら。うん あれ顔が違うって <laughs> どうしちゃったみたいなナッチみたいな顔になっちゃったナッチかと思った、ね、俺も最近の写真見たらうな何があったんだろうねうちょっと残念だな、ね、はいでなメイ,メイちゃんもねまあいい役でハマってたけどさすがにまだ早いかなってうここの主演女優撮るには早いかなって感じだし まあ毎回問題のいや吉永さん合の過去の作品とか評価俺はもう全然認めてるよだただ毎回当たり前のように当然のようにノミネートされるのはおかしいしそんなにうまくはない正直だって毎回同じような若作りの役なのよもうね自分の年齢若作りだよ今回田中泯の娘とか言えたら <え>なんかとんでもねえ若い子どもが <laughs> 4050ぐらいのは4 0二0歳なばのかなんだ<歳>んで美味しい役どころで悪女とかねそういうのを濡ればとかガンガンやって。<laughs> 悪女が本当に成り立つんだったら <laughs> まああれやってもいいかなと思ったけど毎日おのおのの役でさな,んかな。なああもうん<い>もう吉永小百合を立てるために監督も演出してるからそれは何監督もそうしない,といけないの監督もそうしないといけないんでしょもうだってその階級会社からもう吉永小百合でこういうふうに取ってくれっていう <laughs> しんどいなしんどい,しんどいな、うん、だから多分大御所しかやれないんで <laughs> 全員しんどいそれ じゃ本人がめますってういだから更新のために自ら辞退とか譲った方が多分本人のためにもいいかなとこの枠一つねさっき言った二人とかにこの枠いつもいるからねただこの並びでいくとねまさかが可能性はなくもないんだよねっていうのが恐ろしいの今回まあかすみちゃんしかいねえかなと思うんだけど個人的にはまあある意味楽しみですはいはい。 次上演男優ね、で、ここはね。ここね、あの、個人的には、岡田将生のドライブ前か。を無視されるのが意味わからないって感じか。え、無視されたん。ん無視された、入ってないんだよね。<laughs> 岡田君。いいね、岡田将生。いや、うまかった。い,い,ね、いや、もう、もう上演、あ,<ら>あれこそ上演。上演で取るべき役柄と演技だったんだけど。んいいうん。うん。まあ、ただね、まあ、岡田将生出てたとしても、今回は鈴木亮平。うん 一択だろまあ役が完璧だったしまあもう圧倒的に食ってたから今回も間違いない。であとただねずっと注目してて早くノミネートしてほしかった中野大河とかね村上虹郎っていう若手の実力派がようやくノミネートされたのは非常に今後のためにもいいかなよかったなっていう気がして。こさ同じ映画から人 ある,あるあるよよくあるよああるるる全然ある<ー>、うん、で安倍ちゃんはねまあ珍しく上演,で上演でノミネートされたから、うん、まあまあいいかなって感じでまあでも演技はいつもの安倍ちゃんだった <laughs>、うん、で堤真一も <laughs> なんでこの作品ファブルでただ表と裏の演じ分けはしてるんだけど堤真一なんか毎回昔からこの手の役はいっぱいやってるから過去で撮るべきだし、うん、ファブルじゃねえだろうって本人も思ってるような気がするまあ嬉しいと思うんだけど立てるのは。うんうんうん ここはでも鈴木亮平間違いないはいはいで上演女優ねこれがいつも毎回とんでもねとんでもねあ主演以上にとんでもね去年もそうだったけど今年もここはねもうテレビのための視聴率のためのいつも女優陣を揃えるからいつもこうなるのか何の力が与えられたようこうなるのか誰かもしれないですよ本当に 今回もね、だから、ドライブ・マイ・カーの三浦舞子、あ、三浦透子ね。無視してだこっちでも無視してだそうなの。で、ドライブ・マイ・カーが全部取っちゃうから、まあ確かに。ただね、三浦透子はね、新人賞っていう枠に入ってんのよ。意味が分かんない。新人じゃないのに、全く三浦透子なんか。もう芸歴、どのくらいですか芸歴も長いし、映画いっぱい出てるし。なんで新人なんですか分からない。 で助演にはやってない去年の「牧田亜珠」もそうだったのね助演なんだけど完全にでも新人賞止まりだったのまあ力がやっててでまあこの5人でいくとかやちゃんかやちゃんは納得してる全然うまいし今回の演技素晴らしかったからこの5人で圧倒的に普通で考えればかやちゃんいよいよ取るかって感じで。 あの個人的には嬉しい <laughs> 撮ってほしい次はもう今回は誰でもいいかなって気がしてんでけどすず、うん、ちゃんもうまいし好きなんだけど、うん、ちょっとやっぱ今回のこの作品じゃねえだろうってすず、うん、ちゃんさあの、うん、占いでさ占い師さんが勝手に芸能人のことを占うやつでエゴ、うん、さして自分の占われてる動画見てんだってよ これたどり着くかもよいやでも別にすずちゃんは好きだし過去も全然ベストに入れてるからいいんだけどこの作品じゃねえだろって毎回すずちゃんって最近もう常連みたいに下手すりゃ第二の吉永さ百合枠みたいなぐらいになりつつあるから本人のためにもちょっとその辺は絶対にいい作品に恵まれや素晴らしいんだからっていうのはある。 石原さとみちゃんも個人的に好きだけど頑張っていたけどやっぱりさとみちゃんすいませんドラマだと思います映画じゃないですはいで草笛光子さんはね個人的にはね素晴らしい女優だしもう過去の作品なんか俺もう昔の大尊敬してる素晴らしい人なんだけど多分吉永小百合を入れたことによるバランスだよねベテラン枠浮いちゃうから一人ベテラン枠の草笛さん入れとけばなんかああ 吉永小百合上だし年齢的にはねベテラン博もあるしだから入れたんだろうかなと思ってますと過去は本当素晴らしいからでも今回は違う去年もい香りだったしねも去年過去は素晴らしいんです本当に言っとくけどただこうポンってバランスのために入れるのやめてほしい作品で演技で評価してほしい。最後ねね西野七瀬 あの地で頑張ってはいたけどなでノミネートされてるのかでこの子こそ新人賞も取ってんのよ。ほ<う>で新人賞止まりでいいはずなのにうん、うん、ここの上演に出ちゃってるわけよ。で過去は新人も行って上演なんてことはありえないんだけどもどれどまあテレビとか乃木坂のためなんだろうな。<laughs> 視聴率のために だからどれだったら三浦をこっっちに入れろって話なのよだからいろんな力がここはもう働いてんだよな,よな,なすごいな,なんかこうなんかこの5人はちょっとね普通に見てもおいおいおいってうみんなでテーブルの上でこう駒、うん、みたいに並べてこうやってんだろうねやってんだろう,こうバランスがみたいな、ね、いまあまあでも大手のなんかそのやつをやったらこうなるのもわからなくもないかなはい。はい 主要が大体終わったかなでアニメでここで東宝が3つ収入でいけばもうこの2つで100億超えたりリュウとバスカスも多分60何億だからもう圧倒的にナンバーワンなんだよね興行収入でいけばまあだからでも何が取るかというと個人的にはやっぱり「新エヴァンゲリオン」だと思うんだけどってほしいやつがこれねだけどまあ日テレなのよ。 竜とそばかすは日テレがもうひたすら毎日毎日ご了承してたし <laughs> そういうところまで踏まえて踏まえると竜とそばかすかな、うんえーね、で「シンエヴァンゲリオン」ってね実は最後に出てくる話題賞っていうのをと取っちゃってだからあっちで取らしておいてこっちは竜とそばかす、うん、日テレ三番歳っていうところかな肉子ちゃん肉子ちゃん明石家さんまと日テレはかあこれ誰が声優やったんだっけ ニこちゃん誰だっけなあ、あれだよあれだよキムタクのああそうかそうかそうそうそうここみちゃんが出てたんだ声優うんだからサンマはとかね去年のプペルとプペルワークプペルワだよプはいうん愛の歌声はあの素晴らしい作品だからこれは逆にノミネートされてよかったなと思うけどはいはい であと外国映画賞はねまあ妥当なんだけど「テーラー人生の仕立て」やってるこれがねあいい作品なんだけど、うん、この並びでこれが出てくるのはあまりにもおかしいんだけど <laughs> こ,のこの中にね、うん、この中に入ってくるのはあまりにも浮いてるんだけど,ど、うん、これはね実は松竹枠なんだよね。松、ね、竹の人たちが外国映画で唯一入れたからそうそう多分ここに来たんだとしか思えないこの並びでこれが来るのは。<ー> でも、まあ、何かと言われるとやっぱ「ノマドランド」かな,な、ねうん、っていうところかな、うん、まあ「DUNE」とか「007」もいいんだけど作品で選ぶとなったらやっぱ「ノマドランド」。ここまでさ裏の,あの事情まで分析されてたらさ 恥ずかしい。って思ういや,い,いや、ごめん、ごめん、俺もこ,こんなの分かってって言ってるから、予想あの、まあ、あくまでも別に。不足だけどね。憶測だ。けど。けどごめんなさいあの。違ってる前提であの、あくまでも個人的なやつなので、<laughs> <う>正直の人いたらごめんなさい。<も><の>本当にやってたらちょっとね、うんうん。こんなんじゃねえかなって楽しみながらね、こういう、ね、こういうあれもあるんですよっていう感じはい、で。 脚本はこれも作品と基本リンクするから今回はカンヌも撮ってるしアカデミー賞もやってるしもうどう考えたってこの濱口竜介脚本じゃん。で西川宮の脚本も素晴らしかったけどやっぱりちょっとやっぱり濱口さんでしょうこれはもう間違いない。で編集は迷うんだけどもこれもドラムマイカーじゃねえかな普通に考えりゃ3時間長いんだけど3時間に逆に言うとあの流れを組み立て編集したとっていうのが素晴らしいなっていう。 かなはい、はい、で撮影もね個人的に言えばこれもドライブが前カーすばらしかったんだけど、うん、まあちょっとすいい加減そろそろ素晴らしき世界も良かったから <laughs> こっちに取らせて,てバランスを取るかなっていうのでう、ね、あえてこっちに予想しましたとうん、うん、はいで照明もねドライブ前回カーかばらしき世界のどっちかかなっていうんで、うん、こ,これはちょっとドライブマーカーにしちゃったかな、はい、照明照明ってさチームで照明のチームがいて。 何をするんだ照明映画の照明 <laughs> 照明明ってだってもう事前の天候との戦いだからそれに合わせた形で全部レフンとかあの辺とかセッティングとかあの全部時間との戦いとかでも個人の色ってあるじゃんその人なりの照明の,色っての照明さんの照明さんもこう何 トップの人がいてみんなに支持してみたいなそないう感じなのかそそうだね。で美術はこれは「コロの地」が前作に続き細かいところまでやってたけどここになぜか唯一のノミネートだからちょっとそこら辺に取らせておく可能性もなくもないまあ美術って感じはするから燃えの剣は。あ時代劇時代劇。岡田君のやつなんだけど はい、で録音はね「ドライブ・マイ・カー」「かコロの地」かなっていうところで、うん、録音もドライブ・マイ・カー素晴らしかったからなちょっと撮りすぎになっちゃうから、うん、ここまで撮らないかなと思うんだけど、うんうん、技術で言ったら、うん、ドライブ・マイ・カーかなと思う。はい、で音楽賞はね、はい、これは竜とそばかすとっていいかなやっぱさすがに唯一の映画はダメだったけどやっぱ中村花穂、ね うん、あのフューチャーしてされたのはすごいし「紅白」まで出たるし日程のゴリゴシあるから音楽賞はこれでしょう。で最後「新人俳優賞」まあ、また言うけどまた言うけどなんでここで三浦透子なんで西野七瀬が上演に行くのか定義明確にしてくださいと、はい、ここはもう話題作りであの、うん、いいんですどうでも。はい うん、で、ほに、あの、いろんな新人賞だったら、この辺。ノミネートされるべきだと、個人的には思うけど、まあ、いいです。あの、気にしないで。るいんだあ,あ、でも、よかったよ。キャラクターは合ってたよ。うん。しかし、今年はジャニーズが一切、一人もいなかったのが。キムタクも。もう、岡田純一もいないし。うん、えっと、普通新人で、なんか、あの、いつものね、うん、スノーマンとか、の辺の。うん、入ってるとこだけど、今回は。うん いっさい入ってないな、うん。いないのが不思議だなうそうなんだ。うん、<ー>はい。でモー、はい、ラスとかね。んでさっき話題賞にいった作品が新映画でんで俳優部門がね菅田将暉なんだ。<laughs> だからあの菅田将暉も多分主演男優はないかなって感じ。<ー>これオールタイム日本の読者投票で単純に一番で選ぶからあんまり意味がない。 それが話題なのかって言われると「いや俺と日本の投票後だろみたいなすげえ狭くないって感じなんだけど狭いな狭い世界だな日テレさんなのでっていうことですはいあさってちょっと楽しみにあしたかごめんなさいあしたう明そうね10日の午前じゃない10日の午前にアップして11お楽しみにこれを見ながらぜひ 玉木の夫なんて言ってたかなって言いながら思いましてすいません毒舌だったかもしれないですけどこういう見方もなくもないよっていうで裏の映画のね裏事情みたいな誰も皮肉ってるわけでもないしそういう世界だと思います会社員ならば分かります 会社員なんで。会社員, <laughs> 会社員サラリーマンなんで。は <laughs> <あ>ラしょうがない。しょうがない。こういう世界です。うん、はい。ね。では。はい。では、さようなら。